こんにちは、バーチャルボルトガール、シガーよ。前回は、フォールアウト4のキャラクターをアニメ風にするモッドを導入してみたけれど、今回はさらに体型の調整を行ってみるわ。体の細さが気になったため、女性の体をガチムチ化するモッドを導入してみた結果がこちら。わあ、かっこいい。童顔と筋肉、一見アンバランスだけれど、最近では、こういったキャラクターはよく見るので、ありだと思うわ。ハーネスを装備した姿はこちら。強固な戦士、といった感じね。次は戦闘シーンをお届けするわ。スニーキングは、臨場感がたっぷり。体ががっしりしていると、銃を撃つ姿も、様になるわね。筋肉のせめぎ合う、殴り合いは、見せ場の一つよ。雨が降ると、とても強やか。ちなみにこのモッドを導入すると、コモンウェルスすべての女性が、ミュータント狩りにガチムチ化するわ。核が落ちても、みんな生き残りそうね。約束する。ありがとう。ニックは簡単。それじゃあ、今回はここまで。デフォルトの体型がしっくりこない人は、ぜひ導入してみてね。